タイラギの覇者。こんにちは、アトミックでーす。俺は昔、タイラギをやりました。タイラギっていうのはすごく美味しい貝でございます。その貝には、隠れエビという寄生虫がおります。ということで、今回も、買ってきました。タイラギー。今回はこちらのタイラギという貝でございます。タイラギね、俺の動画を2年ぐらい前から見てくれてる人は、知ってると思う。タイラギ、めちゃめちゃでかい貝。しかし食べられる部分はこれくらいに対して、あ、これくらい。すごくね、大きい貝の割に過食部位がね、やっぱちょっとしかないっていうね、まあなんと贅沢品でございます。ということで、じゃあ今回は何をするのかと。そうだね、サムネイルとタイトル通り、タイラギには隠れエビというものがおります。隠れエビは前の動画でやった揚げて食べたり結構美味しいんだけども、基本的にはまあ食べませんと、なんかおまけでついてきてラッキーぐらいのものなので、今回はまあそれを使った動画でございます。もうタイラギも美味しくさばくんだけども、まあついでのついでにその企画やりましょうみたいな感じで、今回はその隠れエビ、じゃん、これを使います。これはね、成分にも書いてあるんだけど 9.5% のまあ塩酸が含まれてると。この塩酸で隠れエビの中に塩酸を注入します。今までやったものが結構ごついものばかりだったんで、あれだけど、まあ、ちっちゃいものだったらまあ反応はするんじゃないかということで、まあ、隠れエビが比較的多く入ってる貝を2枚選別していただきました。プラス2、3匹ぐらい。で、まあ、なんで今回はこういうなんか、こういう他のものと混ざった塩酸になったのかと言いますと、いつも使ってた塩酸を全部使い切ってしまって、急遽、買いました。まずは平らぎをさばく作業から、あ、間違えた。これから、平らぎをさばいていきたいと思います。まずはね、これはあれだか、ヒゲだね。平らぎの貝柱を切っていくんだけども、貝柱を切ります。結構ね、すぐ切れる。ほっ。おー、いいね。ここ、あとここにも貝柱があるので、ここを切りますと。ほっ。はい、パカリンチョウ。じゃじゃん。はい、隠れエビ。あら、かわいい隠れエビ。そしたら、紐とか、そういうの、紐とかを取り分けます。お、まさかのもう一匹。二匹目。紐を取り出したら、貝殻で貝柱を取ると。これで完成。1個さばけたので、一応2個あるんで2個目もさばきます。なんかもうあれだ、タイラギに関しては油断も隙もないからね。あれだ、生きてることが油断だからね、タイラギは。パッカーン。はい、めっちゃいましたね。1匹目、はい、2匹目、大量じゃの。はい、そしたらね、毎度恒例ここのね、取っていく。よいしょ。はい、過食部位で、殻もあれなんだけど、ちょっとね、これも一回剥かせていただこう。ちょっとあまりにもこの殻が汚ね、取っちゃう。さばき終わったら、この紐の部分と身の部分、流水で流しましょう。ちょっとね、タイラギの下処理が終わりましたということで、その後の隠れエビを見ていきましょう。今回タイラギの中にいたのがこちらの隠れエビ。これをね、注入したいんですが、今回使うものが、実験用注射器。実験用でございます。あ、医療用ではないからね。これをね、言いたい。そうじゃないと俺、ね、そういう変な人になっちゃうから。トイレ洗剤だからな。トイレ洗剤をキッチンで使うって。これが実験用の注射器でございます。よいしょ。さっきの洗剤をこちらの容器に移しました。じゃあ、吸っていきます。結構吸える。ちょっと吸って、で、押し出す。そうすると空気を入れずに出せます。死んでるやつにしよう。死んじゃってるな。隠れエビを一回瓶の中に入れて様子を見たいと思います。じゃあいよいよね、タイラギの調理に戻りましょう。ということで、
タイラギはやっぱお刺身が一番美味しいのでね、お刺身でいただきますよ。タイラギのここの白いところ、これね硬いのでここ切っちゃいます。よいしょ。過食部位が本当にこれだけっていうのが厳しいよな。できました。はい、タイラギのお刺身。タイラギはねうまいんだよな。いただきます。で、俺思ったのがお店とかお寿司屋さんでタイラギって見たことないんだよね。で、あのちょっとタイラギお店にあるよってあったらちょっと下のコメントに書いてください。俺なんかお店でタイラギを食べてみたいっていう願望。このビデオいいな、面白かったと思うのでぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、だいたい1日ぐらい経ったんですが、すっかり忘れてました。いや本当にあれあのまま動画締めるところってちょっと見ていきましょう。あの溶けてるんだけど、なんか汁と胴体はなんか溶けてます。はい。